こんにちは、京子です。今日はドイツ語のおすすめの歌を紹介しようと思います。トムにも来てもらってます。こんにちは。なんでドイツ語の歌を紹介しようかなって思ったのが、多分皆さんドイツ語勉強されている方、いろいろ参考書とか使って勉強していると思うんですけれども、まあ、そんな時にちょっと今日勉強する気分じゃないなとか、疲れたなとか、飽きたなっていう方のために、まあ、気分転換としていいかなと思ったので、この企画をやってみてます。私的にそうやって普通に勉強するのとは違って、音楽を通してドイツ語を知るっていうのは、なんかちょっと普通の勉強よりもスポーツ的かな。無意識の中にそのドイツ語のリズムを入れるとか、ドイツ語のセンスを体に身につけるみたいな感じで、普通に参考書とか使ってやるよりはなんか感覚的、スポーツ的かなと思います。だから音楽を聴くだけでドイツ語を上手にしようとかっていうのはしない方がいいと思います。ちゃんとドイツ語を勉強していければ、やっぱ参考書とかで勉強するのも大事だし、あとはなんだろうな、本とか読んだり新聞読んだりして、ちゃんとした文法を勉強するのもやっぱね、一番大事だと思います、うん、それが飽きたっていう方に、気分転換にっていう感じなので、文法をちゃんと勉強したいっていう場合はちゃんと勉強してください自分自分全然勉強してないけどよし。私がおすすめするのがアウレッタっていうグループになります。そのアウレッタっていうグループの中で一番好きな曲があって、プーベライ・ウンド・ポイズ。プーベライ・ウンド・ポイズ。プーベライ・ウンド・ポイズファッションっていうのがあるんですよ。アウレッタっていうそのグループがマインツ出身で、その人たちがマインツの歌を書いたんですね。それがその曲 で、なんかその曲の始まり、歌詞がね、あなたたちはマインツがどこにあるか知っていますか、恋人たちがいる、出会う場所、出会う場所、ホームレスさんがワインを飲んで星がたくさん見える場所みたいな、そのくらいね、なんかそういう歌詞で始まる曲なんですよ。だからね、マインツが好きな人とか、マインツ行ったことある人、ぜひ聴いてほしいです。なんかミュージックビデオもマインツで撮ってて、マインツ知ってる人だったら絶対行ったことある、見たことある景色が見れるんで、結構面白いと思います。多分だけどミュージックビデオの中でクラブでね、そのアウレッタの人たちが歌ってるシーンがあるんですけど、そのクラブも多分私知ってて、レッドキャットっていうクラブなんですけどめっちゃ有名なんですよ、マインツの中で。学生だったら絶対みんな行ったことあるみたいな、そんぐらい有名なクラブで、なのでね、ぜひぜひ見てほしいです。 S バーンとかも出てくるよね、シュトラッセンバーン最初のね。だからそれも、あ、私この S バーン乗ったことあるとかとか、いろんな思い出がね、多分よみがえる曲なんで、ぜひ見てほしいです。じゃあ次、じゃあトム君、次なんか紹介したいのある？ドイツの歌手の中で一番好きなのは多分ピーター・フォックスという人です。ああ、いいよね。おすすめなアルバムはシタタフェという、アルバムです。なんかあのお猿さんが出てくるやつ、猿ミュージックビデオに猿出てくるやつ。で、そこの中でアレスノイという曲は一番好きと思う。いいよね。知ってる？知ってる知ってる。いや、結構いいと思う。あの人めっちゃ才能ある、すごいんだよね。なんかいろんな楽器できるんですよ、あの人。ピアノ、サックス、フルート、ギターで、作曲も自分でやるし、もちろん、で歌もやってるでしょ。その人の曲も結構、私たち二人とも好きだよね、ペターフォックスも。それはおすすめする。あれいい。彼のドイツ語も分かりやすい。ああ、分かりやすい。あと聞きやすい。声が結構低めなんですよ。ドイツ人の男性の中でも低い。なんか日本の歌手でああいう声の人はいないかな。ドイツ的な声かな、特徴的。でも結構いいですよ。かっこいい。私あの人の曲、アンデムゼーとかよく聞いてた。ハウスアムゼ。あ、そうだそうだ、ハウスアムゼだ、そうだそうだ。あれなんか、あれもいいね、そう、歌詞がすごい簡単。同じアルバム。あ、そうなんだ、
そうそう、でもそれも多分10年前とかだった気がする。結構古い。結構前、ね、待って、じゃあ次どうぞ。私のおすすめいきますか。はい、まあクローでしょ。クロー、うん、ドイツ語を勉強し始めた時に当時行ってたゲーテドイツ語学校で図書館があったんで、そこで CD もちょっとあってね、クローの CD があって、でもジャケット、うん、ジャケ写っていうんですかね、写真を見た時に、なんだろうみたいな、なんかクローご存知の方の人だったらね多分わかると思うんですけど、パンダのお面をつけてるんですよ、うん、なんだろうみたいな、どういう曲作ってるんだろうって思って、それを借りて家で聴いてみたらめちゃめちゃ良くて、私ラップ結構好きだから日本語でも、うん、めちゃめちゃドハマりしました。一時期もうクローばっかり聴いてました。ドイツのラッパーの中でもクローは多分一番好き。あ、一番好き。あ、じゃあもう一人のラッパーを勧めるのは、あの、ありがとうという人ね。なんかドイツラップ知ってるけど。内容は結構ふざけてる。でも面白い。内容分かったら面白い。分かった。ありがとうは、うん、それ、日本語のありがとうから持ってきてんの？アリゲーターとか。あー、多分それで。わ分かんないけど、聞いてみたいな。ウィルストという曲はいいと思います。 OK です、遠慮するわ。なんか絶対変だもん。まあやっぱ歌詞はそんなにエレガントじゃないので、なんかそれでドイツ語を勉強しようっていうのはやんない方がいいと思います。ドイツ語ばっかりだから。いやー、いついいんじゃないそれは。なんか悪いドイツ語ばっかり覚えそう、うん、ほら、うん、そう。でもいる、普通の会話でいる友達と話すとか。まあね、スラング知りたい人とかだったら聞いてみるといいかもしれないです。クローのミュージックビデオを見るとドイツのその学生の雰囲気っていうのが伝わるかもしれない。あー、確かに、うん、どういう人たちが学生やってんだろうみたいな。Whatever. Whatever. うん、題名英語だけど歌詞はもちろんドイツ語ですよ。音流したりミュージックビデオを皆さんに見せるとドイツの法律だと引っかかるみたいなんで、概要欄にリンクだけ載せときます。その今 Whatever のミュージックビデオ見てるんですけど、なんかドイツのパーティーの様子。でもこれ結構リアルじゃない？まあ、あるわ。よくあるよねこういうの。多分こういうパーティードイツ来たら1回ぐらいは経験すると思います。でも別にいつもそういうことをしてるわけじゃないですよ。真面目な時は真面目、めちゃめちゃ勉強する、1日も何十時間ってみんな勉強するけど、まあでもそういうこともありますよみたいな。じゃあ次、マーク・フォースターは多分みんな好きじゃない？彼結構有名だ。うん、ドイツ人ほぼみんな好きだと思う。まあ、みんな知ってる。で、そう、みんな知ってる、多分すごい有名、うん、私いい曲多いですよね。うん、歌詞もなんか結構いいし優しい。うん、一番好きなのはキューレ。そう、私は。でもそう、なんか私の生徒さん、フルートの生徒もキューレやりたい、キューレ吹きたいっていう子がいて、うん、なんかいろいろ楽器がやりたいのかな。うん、あれ人気だよね、うん。あ、アウレボイ、なんだこれは。あれも有名。これかっこいいよね。なんかある女の子が自分の夢のために家を出て挑戦しに行くみたいな、うんうん、あ、もう一つおすすめありました。レアっていう女の子、結構いいよこの曲で。一番好きなのはこのライザーっていう曲なんですけど、良くない？悪くない。うん、女の子でいい歌詞は少ないよね、ドイツ。少ない。いや、私が知らないだけかもだけど。なんかレーナとか。あ、レーナね。なんだっけ。レーナ、確かに私もドイツ語の曲聞きたいなって調べてる時、レーナ一番最初に出てきた。おすすめの曲ってはないんだけど、ちょっと皆さんにお話ししたいのが。私ミュンヘンのゲーテの学校に
1ヶ月ほど行ってたことがあって、その時一番最初の授業で DJ ウッツィ DJ ウッツィとアーティムロース・ドゥルヒティ・ナッツっていう曲があるんですけど、ヘレナ・フィッシャーさんの曲があって、一番最初の授業で教えられました。先生が、君たちはドイツに来た、そしてミュンヘンに来たんだ、オクトーバーフェストで知っておかなければいけない曲があるみたいな感じで、この曲を教えられました。まあじゃあ今回はここら辺で終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。じゃあまた次のビデオで。バイバイ。バイバイ。